熊取山荘に熊取山荘のテント場ね、ちょっと斜めっていくからしょうがないね。歩くの遅いからさ、いい場所取られちゃったから、でもしょうがない。なんとかこれでやっていこうか。あ、疲れた。はぁ、テント場でこのモンブルのウルトラライトのやつで技術室ウルトラでやります。もうそれでビールさんと、スーパーからスーパーから行って本気さんのやつを持ってきた。お、なんか冷たいなって感じだから、最初にはすぐ一気に水出していただけないか、水出して、うん、水出して、今回ヘラカップ、外のヘラカップで、どうかな、また買うぐらい買う。歩くのが古いからね、やっぱしとられたんだよな、いいとこ早いうちにね、もう今度入る。鳥さんとのテントまで、最終持ってきたんだけど、タレスマンモークチャーシュー、チャーシューの前に煮物作るんだけど、鶏皮と大根、鶏皮と大根持ってきたんだ、ね。
とね。でも明るいうちにテント立つよかったね。まあ夏場はいいよな。疲れた。メイケープしたきょうか。最終3期なんだってね。見てみるべきのやつ。重さから歩いて僕は大体朝9時頃出れば昼過ぎに着くからね。また、昼前後だったら変わるから今回は、最終3期だったら、朝出れば今回三峰道を降りていこうかと思う、景色見せたいけど結構いっぱい人いるから見なさいね。このテーブルで見たくすればよかったんだな。あ、そうか、もうそういうの忘れちゃった、そうか。ゼイコン役にしないもんね、一本だけこれね。あと4本は職場のお世話にもらったやつ。でもなんとか、なんとか、やっぱ本当6時間ぐらい取らないと。山頂って、山頂がなかったかな。山頂から町道取って、七夏石の方が良かったかな。七夏石あそこ平らだもんな。七夏石やっぱ下の方だから。七夏石はここ斜面が多いんだな。だからいい場所は全部早い人されちゃうんだな。もうノロマだからさ、ね、斜面しか残せなかったなんていうの、七夏石か、今度そうしようね。二泊休みが多い時一番最初七夏石で一泊して、そのまま歩いてきて雲取山荘で、その七月石朝出れば、朝出れば昼前後に着くもんね、こっち。麦之助もこれ最後だ。麦之助すごくね、これね、ほんとね。スーパー税込みで90円とかそんなものもね、俺ね、韓国産のアップルあ、さて、つまみ、食い物行こうか。この缶5本持ってきたからね。これがかなりの重さが、飲んじゃえばね、潰しちゃえばかなりだからこれ。ビキの発泡酒缶ね、潰しちゃえばね、中の分だけでもね、350だから4本で 1.5 キロ以上あるんだもんな。これが帰りがなくなるからね、軽くなるからね、この分だけでも。もう缶も潰しちゃえばね、固まらないしね。ちょっとしたいんだけどね、ごめんなさい、今日テントがいっぱいいるからさ、昼間のほうね、ちょっとまずいからね、
ちょっと映ってないな、うん、緊急してたほんと鴨沢の人言うかな、鴨沢の帰り、うん、明日悩んでんだもん。一応お祭り鴨沢全部両方とも取ってから熊本龍さんの経験ないのはこの三つ峰なんだよね。別に今日どうしようかなと思って聞いたことないからな、どんぐらいかかるかわかんない。鴨沢はね、バス遅いんだよ、ほんと四季ぐらいまであるからね。三峰はね、そう聞いたら3時台だったからね、うん、まあいいや。疲れた。明日朝山頂で飯食おうね、テント片付けてね、うん、飲むぐらいにしてね。明日下山あるからさ、朝から飲むわけいかないで、アルコール全部飲んじゃうと買わないと、ここで、うん、ここでつまみ煮込み、座ってか、よかった。はい。今消してみながらやるか。今消して。うん、こんな感じで。これ今日はいいかな？今回もこれポケットストーブライト使います。ポケットストーブライト、ポケットライト、燃料はさ、純正のやつ、ポケットライト、クッカーはこれね、ブルーの、これで見たり、さあ、ちょっと引いて。昨日歌いたトニカーとかね、今日はキャベツ刻んだやつ、大根は適当に切って、トニカーと大根、トニカーと大根ね、トニカー湯がいて水洗いしてあります。トニカーはこれ最初は取り入れて、大根も洗ってこれ適当に切って取り替えていくよ、
カーが入ってます。ちょっと蓋してエアコン切ろう、ね、今度エアコン切ろう。大根切れるか、大根、大根、家で洗ってあるんで、寝たら切るだけ。大根、大根、大根は火の通りが早いからね、これね、水分多いから。大根ね、大根は鶏カド大根、鶏カド大根、鶏カド大根の煮物、今日は鶏カド大根、うん、こんなもんでいいや、うん、調味料、調味料はね、これかぼちゃ、何と言います、かぼちゃ、かぼちゃ、かぼちゃ、鶏から大根、かぼちゃ、ね、かぼちゃと人だしと塩分ね、こんなもん入れて。今日はね、マジブイヨンで、マジブイヨン、マジブイヨンを2つ入れよう、2つ、こぶちゃ、こぶちゃとマジブイヨン、こぶちゃとマジブイヨン、うん、こぶマジブイヨンもこれ塩分あるからね、うん、特別塩は入れない、昆布茶とこのマジブイヨンから塩分があるからね、マジブイヨンで、これね、アイギスがこれをで、水、水がここの水道に、ね、水入れます。かぶるぐらい全部いいかな、うん、全部いいかな、そんなもんかぶるぐらいで、全部入れちゃうから、まあ入れないから、で、こんな感じで、うん、新たく燃料、固形燃料入れて、固形燃料まで1個ぐらい、4分、まあ、まず1個だけでやってみよう、新生燃料、新生燃料ポケットストーブでやります。足りなかったらもう1個やればね、こんな感じライジポケットストーブ、ライジグライザー、ね、
これ縫ってからな、難しいから。ダメだからな、難しいから。なんてか、ガス風防シートはこのガス風防、ポケットストーブなんで、ポケットストーブ、ポケットストーブ用に短いやつね、うん、こうやって、これでいいだろう。こんな感じ、こんな感じになってます。ポケットストーブで鶏皮と大根の煮物ね、できるまで、できるまでこれ食おうか。最初に切っている焼き豚、豚バラチャーシュー、切って豚バラチャーシューちょこっと持ってきた。これ食おうか。豚バラチャーシュー適当に切って、豚バラチャーシュー、お、贅沢汁、うまそう。まなずいいや、このまなずまんまで食っちゃおう、適当に。こんなもんで、これチャーシューつまみながらビール飲もうかな。チャーシュー、いい感じだ。豚バラチャーシュー、こんなもんだ。豚バラチャーシュー、豚バラチャーシューつまみながらビール、今度は朝スーパーぐらいかな。豚バラチャーシューにつまみながら行こうか。箸忘れてないと思うんで、よし、やりましょう。チャーシューつまみながら煮物ができるまでいただきます。あ、落ちた。うん、まあ、うまい。ずっとしょってきたからな。いや、ビールの方が炭酸が強いな、これ。ずっと稼いでいってから。足りなさそうかな。もう一個入れとこうか。先生のやつで。ライトペットストーブでやってます。これでじゃがいも、じゃが、大根と鶏皮の煮物です。
こんなもんでチャーシューつまみながらビール飲んでます。ブドブロチャーシューと、ああ、うまい。油たっぷり、プルプル油、うん、こんな感じで豚バラチャーシュー、だったら肉食だから、こんな感じで豚バラチャーシュー熱しなくて、メニューなくなる頃には、スーパーだな。あー、うまいね。これだけで終わりにしようかな、ね、煮込めてきた。鶏皮と大根だけでかなり材料が軽くなるからね。景色最高だ。景色最高。小鳥山荘天山の景色。これ反対側ちょっと人がいるからさ。いいでしょ。ちょうど日が沈むところでね。その景色見ながらスーパードライね。よかった、天気良くて今回ね、本当良かった。幸運で、この2連休にさ、職場の2連休に、この天気向かれて良かった、本当。職場が休みでもさ、雨だったらさ、洗濯できないもんな。良かった、いい天気で、本当。うまい。じゃあ、豚バラ行こうか。豚バラチャーシュー。うん、肉肉しい、ね、うあの子さん5本持ってったからな、ほんとこれだけでも4本で、え2本で700でしょ、ね、4本で 1.4 1.7 かね、
飲んじゃえば帰りやがく言ってんだめぐるあ、大丈夫もう一個、三つ目、やっぱ三つ目かな、やっぱそうだけど、三つ目、五千年後に大根と食べたい味噌もちょっとできないんで三つ目豚バラだし、豚バラチャーシュー。うん、まい。うまいね。あ、じゃあ朝ごはんはこれ。ここで食べないで、テント片付けて参考にして食べようかな、やっぱり。あ、そうだな。向こうのテーブルで食べようかな。参考行かない、やっぱり今回参考行かない。